2023年9月16日、5チャンネルにこんなスレが立った。去年の出生率確定値 1.26 で過去最低、7年連続で前年下回る。下がり続ける。早速スレを見ていこう。一人の女性が産む子供の数の指標となる出生率は去年の確定値で 1.26 と、7年連続で前の年を下回り統計を取り始めて以降最も低くなったことが厚生労働省のまとめでわかりました。厚生労働省は、去年の人口動態統計の確定値を公表しました。それによりますと一人の女性が一生のうちに産む子供の数の指標となる、合計特殊出生率は、1.26 でした。一昨年の確定値と比較すると 0.05 ポイント低下していて、前の年を下回るのは7年連続となります。1947年に統計を取り始めて以降では、2005年の確定値が今回と同じ 1.26 で過去最低でしたが、小数点第3位以下まで詳細に比較すると今回は2005年を下回っているということです。都道府県別で、最も高かったのは沖縄県で 1.70、次いで宮崎県が 1.63、鳥取県が 1.60 でした。一方、最も低かったのは東京都で 1.04、次いで宮城県が 1.09、北海道が 1.12 でした。今年は 1.22 推移、来年は 1.17 予測が出てますね。ちなみに出生数の方は今年が74万推移、来年が68万、今年の婚姻が激減なので、予想です。沖縄って子沢山なんだな。そして仕事を求めて県外へ。ヤンキー多いとこは子沢山っていうもんな。乱暴な言い方すると高学歴の女を増やせば結婚が遅れ子供が減る、女の高学歴化も少子化の一因なんだよ。女性の社会進出が進めば女性の高学歴化は当然。正確には進出した社会が男社会だったから、子を産まない男と同じレールに乗ったらそりゃ子供産めなくなるのは当然のこと。女には女のレールが必要だった。今更遅いけどね。女性の社会進出のきっかけを作ったのは、短期間で2度の世界大戦をやってしまった男性の方なんだけどね。前線で戦う男性の代わりを女性が光栄でやらされる羽目になったわけで、それが女性の自分たちでもできるという自信を与えてしまったわけで、戦争終わったから家庭に帰れなんてふざけんなってなるのは当然じゃないの。少子化は子育てよりも自分の時間が大事だという価値観の蔓延が原因だよ。収入が要因ならバブル期にベビーブームが起こるはずなのに、実際にはバブル期でも少子化は進行した。政府が出産や婚姻を強制できない民主主義国の少子化は国民の選択であって、価値観を変えない限り補助金を出しても自分の時間の充実に使われるだけで少子化は解消しないだろう。見てるか？無能クソメガネ。子育て支援の前に国でマッチングアプリやれ。出生率が上がるであろう要素がまるでないやろ。世の中の仕組みやら政策やら。無駄に長い育児休暇をやめろ。仕事復帰してなんぼ。イーロン・マスク、日本人は滅亡するわこれ。俺に接種させろ、中出しさせろ、少子化なんか極具に解消してやる。わかってると思うけど養える能力が終わりでなければね。気持ち悪いわ。日本国民の皆さん、アベノミクスの果実を存分に味わってください。派遣会社ばっかり儲かるようにした政治が悪い。ジャップより出生率が低い国は世界でも15か国ぐらいしかないからな。その15か国の中に中間体が含まれてるって東アジア終わりやな。女性の社会進出を阻む国からダメになるんだろ。ジェンダーギャップがでかい東アジアはおしまいや。いや、出生率は女性の権利がない国の方が高い。日本が出生率高かった時を思えば理解できる。貧しかった。女性の権利はないに等しい。少子化対策すればするほど少子化に、どういうことだ。正直生まれた子供に対してにしか金使ってないから、正確には一切少子化対策してない。生まれた後じゃなくて生まれる前を支援しないと増えるわけがない。既婚者が他さんを拒んでるだけ。派遣奴隷をもっと埋めよ。人手が足りない。真面目な話。昭和初期は6人兄弟とか8人兄弟とかざらで、当たり前、だったのに、今は子供が3人おると、あら、多いのね、頑張ったのね。と言われるんだから、まず箱の普通の常識を破壊していかないとな。三人集まって初めて社会ができる。一人では自分本位になり、二人では自他の争いになり、三人から客観的な第三者視点が得られるようになる。小さい頃から自然に社会性を身につけさせたければ、子供を三人以上作った方がいい。兄弟姉妹の産むと人数は性格に相当影響するよな。子供産まないから増税だな。宮城と北海道はなんで？北海道は人口密度が低いから男女が出会わないんだろうな。異次元の少子化対策だからこれから異次元に出生率は減ってくぞ。やったな、岸田。岸田の言う、次元の異なる少子化対策ってそういう意味だったのか。日本語って難しいな。岸田は確か2030年までが少子化対策のラストチャンスだと言ってたが、この調子じゃ2050年まで延長だな。でも実際は逆で、30年がラストチャンスだと思ってたら実際は25年にはもう打つ手がないってことになってるもんだ。
お金の問題もあるだろうけど、男女の結婚出産に対する意識が変わっちゃったんだろう。これからは上級カドキュンの子供ばかりになるよ。周遊にいた人々が金なくなって、無理して子供作っても子供が幸せに暮らせそうな気がしないんだろうな。各家族か、共働き、が増えて育児できない環境なんだよな。旦那の両親と同居する、または近くにどちらかの両親が住んでて、子供の面倒が見れる環境ならいいんだけど。それも無理だろ。ジジが年齢詐称してまで働く時代だし。俺はこの泥船から脱出するつもりだ。アメリカはグリーンカードを80万ドル投資すれば取得できる。NY に住んでセントラルパークで読書しながら優雅に生きるわ。あばよ。つもりじゃなくて言ってからにしてくれ。何で異次元の少子化対策してるのに減ってるの？来年から増えるの？言葉だけで異次元の少子化対策になってないと思う。子供手当毎月10万円こそが異次元の少子化対策。日本人限定な。別に日本に住み続けて税金年金支払うなら外国人でも構わないぞ。今後は回復することもなく過去最低連発することになるんかな。いや今年から増加しないとおかしくね。異次元の少子化対策してるし。1.00 超えてるんだから大したもんだよ。2.1 ないと意味ないんだが。氷河期の年金没収だな。支えきれるわけがない。だから子育てしてない氷河期世代と子育てしてる氷河期世代出年金分けろよ。子育てしてる層は子供たちの付加方式で賄って子育てしてない層は積み立て式に切り替えれば解決しないか？しかも人数で差をつける。子供一人2000万で育てられる時代は終わったしな。平凡な庶民の親が必死に頑張って2000万かけて育てた子供の未来があんまり幸せじゃない搾取ばかりの苦労人生になりそうなのが見えちまうから、子供を不幸な目に遭わせたくないとなるんだろうな。中国、香港、台湾、韓国、シンガポールは日本以下。国民の平均年齢が違うから最初にダメになるのは日本なんや。すでに埋める人数が少なすぎる。アメリカ見習えばいいやん。白人は減っても移民がカバーしてこれからも人口が増えまくり。なんで純粋な日本人にこだわるのかわからない。日本人って優秀じゃないよ。親切でもいい人でもないよな。女は結婚したら本当に奴隷だからな。みんな逃げ出す。独身。妻子持ちです。ちなみに長男は東大、長女は芸大です。高学歴パワーカップル？今はもうあんたらみたいな上位 5% かドアホくらいしか子供作ってないな。男女雇用機会均等法を施行するとこうなるって分かってたことじゃん。その法律が施行されたのは80年代半ばだったが、実際のところ70年代から少子化は始まっていた。もっと言えば、高度経済成長を経て人々が都市生活をするようになってから、第一次産業で生計立ててた頃の方が子たくさん。英語公用語しないのも英語話せるようになったら日本人はアメリカに行くからだと思うよ。アメリカ経済はラウぐらい強すぎだわ。英語公用語ならかなり楽だったな。見習い死刑行くだろ。騙されてはいけないよ。少子化は先進国だからこそ起きる現象で、年寄りが多い証拠でもあるわけ。つまりこれ以上奴隷を作ってはいけないよ。少子化よりも結婚よりも大切なことは正しい情報を知りうまく生き抜くことです。実は少子化は日本政府にとっては大した問題じゃないんだよ。バカなの？子育てしてない層の社会福祉なくすだけでいいだろ。格差作らないと話にならない。率だけで語れないほどに、出産可能世代の人数が減っている。厚労省はこの両方を常にオープンにすべき。厚生労働省は年金も含めて人口が減ることで何が起こるか国民にしっかり伝えないとダメだよな。今からでもしっかり伝えるべき。メディアもそういうのやらなすぎるし隠蔽してるって思われても仕方ないよ。データ揃ってるのに。だからこそ、出生率が桁違いな上に、民度が低すぎる、ものしか来ない。ベトナム人などむやみに入国させて、人口構成比を絶対に変えてはいけない。欧州の惨状を見れば日を見るより明らかなにもかかわらず、全く学習しようとせずに無頓着な日本人、外国人移民に住みかを追われたり、財産や生命を失ってからいくら後悔しても遅いのだが、ベトナム人とかアジア人はあれでも民度高い方だわ。当たり前だ。今の時代に子供を産んでる奴の方が頭どうかしてるわ。40代独身だから、そう思うんじゃない？自分が若い頃そんな風に言っていた近所の独身さんが、この前実家の近くで男転んでたわよ。なんでも親御さんが亡くなり一人暮らしとか。一人暮らしか、静かな家に暮らせて羨ましいな。男たちがどんどんデメリットだらけの結婚リスクを避け続けてるから仕方ない。最近の若い男性陣は特にその思考が強いようだし。30歳男性の 57% が独身、東京に至っては 70% 以上が独身。江戸時代かよ。過密はいかんな、きちんと規制しないと。クソみたいな国ですから。外国に住んだことない？いかに日本が安心安全か身に染みてわかるよ。今は世界中が地獄なんだな。移民入れて困るのは支配者層だけやろ。ストライキや暴動を起こされて社会不安は起こるが労働環境賃金は上昇するだろ。日本人文句言わなさすぎや。頭悪そうお前。今の若い独身女の 75% くらいが、
妥協するくらいなら一生未婚って考えだから、もう氷河期とか関係ないぞ。そう言いながら、なんだかんだで20代のうちに結婚に滑り込む、まともに信じちゃダメよ。東京に人を集めすぎて国ごとなくなりそう。今は東京都に人集めて国際競争力高めてるのはありだと思う。地方企業はレベル低すぎるよ。もっと競争しないと話にならない。散々人集めてんのに役立たずですよね。昔のように男尊女卑で子を産まない女なんて価値なしって世の中に戻せば解消するだろうけど、少子化政策なんて無駄なことはやめて自然に任せとけいいんじゃね。一定数まで減れば安定するだろ。少子化になっても性欲がなくなるわけじゃないしな。まあ、どこかで下げ止まるだろう。オナニー禁止、ゴム禁止、外出し禁止、堕胎禁止、こんくらいあればどうにかなるか。少子化はまだいい。ゼップラの人口ジジババ比率は異常。これから大変なことになるでこれ。あと20から30年でジジババは死んでしまう。少子高齢化問題は全て解決される。いいえ、次は今のジジババよりもはるかに金持ってない氷河期民世代が控えているのでもう罪です。氷河期世代の高齢化忘れてるやつ多いよな。最悪の人口動態になる。高齢化率 42% まで行くのは世界200か国でも日本だけだからね。次に高いイタリアでも 35% まで。氷河期世代が高齢化するとき、50超えるよ。氷河期よりも今の20代30代の方が悲惨だよな。給料上がらない。増税、社会保険料アップ、円安にインフレ、これからマイナス金利もなくなり利上げするから住宅ローンなんて組めたもんじゃない。まあ結婚なんて無理だね。30年停滞してるんだぞ。変わらないってことだ。若い子は今初任給上げ上げだよ。 8% アップ初任給30万だよ。今はさすがに迷惑すぎる。コロナ禍が終わってから産みなよ。感染したらどうすんだよ。もたもたしてたら産みとき、逃しちゃうよ。妊娠は、ある意味、奇跡。いつでも妊娠できるものじゃないんだから。今生まれた赤ちゃんはコロナ禍で人生ハードモードじゃん。どうすんの？生命力って結構すごいよ。てか産めない高齢者なら、いらん世話よ。そこら辺の量産型夫婦が子供作っても、その子供は死ぬまで難関大卒エリート夫婦が作った高スペ子供の養分になるだけだからな。量産型は子供作るのバカらしくもなるって。それだけならまだマシで、これからの庶民中流日本人は、どんどん質低下する外人移民のクルド人やインド人やアフリカ人と混ざって働くから、外人から犯罪被害に遭いながら生きていくしかなくなるしな。子持ちの家族には近づかないようにしてる。コロナ菌移るから関わりたくない。頭悪そうだし。子育て遠くでハブられてるだけだろ。子持ちの友人たちと会うと彼らの話が家族のことばかり。独身の俺は黙ってるしかなくなる。なんでみんな子供の話しかできないんだろう。野生動物なんか一生のリソースの大半を子供産んで育てるのに費やして終わりだから、人間も生物だから人生の大半のリソースを子供育てるのに費やすしな。野生動物動物ほどじゃないだけで。2025年問題も控えてるし大増税待ったなしだからな。地獄のような国だ。まあさすがにこれ以上国民負担率上がると暴動も起きるかな。その前に2024年問題も待ってるよ。今の時代に子供作るとかどんな罰ゲームって言ってる人も多いが、上級はむしろガキ作ってるんだよ。ただしそれが、昔は二人三人作ってたのが、一人だけ産んでその子に金をかけるという風に変わったんだ。一人っ子はかわいそうよ。同性の兄弟が絶対必要。異性はダメなの？田舎の高卒は子供産んで、東京の大卒大学院卒は子供産まない。衰退するに決まってる。頭が良く、理性のある人ほど子供を産まないんだよ。なぜなら子供なんていない方がお得だからな。根本的には子供がいる方が得に社会にしなきゃいけない。江戸時代だって子供に渡せる畑の分しか産まなかったわけで仕事がなくなやバカじゃなきゃ産まなくなる。そんなことない。江戸時代前期の平均合計特殊出生率は7だった。今じゃ信じられないような数字だが、それが原因で、江戸時代最初の100年間で人口が3倍になった。後期は幕府が規制をしたため、あまり伸びなくなったが、4人までしか子供は産むなって。嫁いるけど口臭すぎる。部屋が口臭いから早く離婚したいよ。臭。この低賃金時代は中小零細に就職した時点で子供は無理。若い人はなりふり構わず大企業入った方がええで、やりかいなんて窓からぶん投げろ。女性も産休育休簡単に取れる大企業勤めじゃないと難しい時代だもんな。高卒親父が働けば専業主婦含め家族4人くらい楽に暮らせた30年前とは違うし、夫婦とも稼ぎで働きまくっても、今の子供は成長期にカロリー足りてるが栄養失調だからどんどん日本人の子供がろくな飯食えずチビになっていってる。高学歴上級パワーカップルは性欲ギンギンで子供作ってるよ。エフラン庶民から吸い上げた養分でたっぷり超えてるから、あいつらは元気いっぱい生き生き笑顔人生。コロナ感染して苦しむリスク高まるだけじゃん。体調崩したら仕事も遊びもできないし。氷河期を見捨てたことが全て、その氷河期が老人になる地獄が待ってるぞ。たっぷり復習させてもらいますわ。東京一極化から目を背けてるからな。
五輪でますます東京は発展したからな。大阪の万博が失敗すればもう地方は終わり、そして東京へ供給する人間も減っていく。質問だ。少子化が加速して日本という国が消滅する。この何が問題なんだ？国ってのは寿命があるんだよ。栄華を誇ったローマ帝国でも滅亡した。日本人は増税に文句たらたらのやつばっかだね。そこら辺が最も大きいのでは？国がなくなるとかは正直微妙。100年後とかには、日本は工業先進国ではなくアフリカみたく農業後進国になっていると思う。増税の裏で政治家含む上級国民は優遇されてるからな。そりゃ不満たらたらになるよ。つうか、〇〇都市以上の独身から徴税しても、偽装結婚やジンクスが増えるだけで意味ねえだろ。子なしから徴税なんてしたら、LGBT 差別、年齢差別、事故などで生殖能力を失った人への差別だと、世界中からフルボッコにされるだろうしな。独身税とか子なし税導入しろとかほざいてるやつって頭悪すぎだろ。別にそんなことはせずに、子育て世帯に高額の手当を支給すればいいだけ。その原資は全体的な増税ね。こうすれば実質的に子供がいる方が得な状況を作れる。子育て世代に金ばらまいても少子化は解消できてない。現実見なきゃ。東京って、小池のバカがまた、卵子凍結に女性金出すとか言い始めてるんでしょ？高齢出産をさらに促進させてどうすんの？高齢出産は人口の年齢の層を薄くする。例えば20で産むのと40で産むのでは人口に与える影響が倍違ってくる。これは小学生でもわかる事実。高齢出産こそまさに少子化推進策なんだよ。やはり15からでねえやーは嫁にいい気のように15歳と結婚しても OK 法を作らねば。少子化対策のため増税だ。子育てや若者世代に給付を厚くする政策は、あり得るだろうね。その代わり全世代に増税や負担増と。今の政策は完全に無駄、インフレを加速させ持ってるものだけをどんどん富ませ再分配はしない。中間層を徹底的に潰して富裕層をもっと富ませる政策。不満がある奴らは単なる自己責任でしかない。普通に中間層を強くする政策に戻せばいいだけでは？富裕層である経団連の連中が自分たちの資産が減ることに反対。で、経団連の犬の自民党議員が尻尾を振って富裕層優遇。でも俺自身経団連の犬だぞ。別に悪くない生活。バカの日本人がここ3年やってきたこと、外に出るな、県をまたいだ移動をするな、ボンだろうが正月だろうが解消するな、外に出るときはマスクで顔を隠せ、飲み会は現金、集まっての会食はするな、レジャー禁止、イベントは全部自粛、濃厚接触するな、人と会うな、人と話をするな、コンパ？バカなのか？酒を飲むんじゃねえと言ってるだろ、路上でもダメだ、老人を守るために若者は一切の活動をしないように、そりゃ子供も減るわ。コロナのせいにしても無駄だぞ。消費税5から 8% にしてから崩れるように100番割れだし、減少スピードは年3から5万くらいでコロナ前から変わってない。ここ最近だと消費税 10% にした2018年91万から2019年86万が一番減少幅がでかい。じゃあ異次元の少子化対策は消費税廃止だな。自分たちが若者だった頃消費税なんかなかった世代が若者から消費税搾取してるからな。10% って子供10人いたら1人分の人生が消費税だからな。うんこ製造機の皆さんお元気ですか？フットワーク軽くて最高。また東京が足引っ張ってんのかよ。平均婚姻年齢がトップだもん。沖縄やっぱいいのな。若者率も高いらしいし、成人式はあれだが、なんか独特の楽観的なとこあんのかな。沖縄は単に娯楽が少なくて快楽に走りやすいだけでは？娯楽が少なければ出生率が上がるなら東北とかも子たくさんじゃないと辻褄合わなくない？暖かくて仕事めんどくせえって空気が必要。なんくるナイサー精神。東北は生真面目すぎる。夏とか今や沖縄の方が涼しいまであるやん。東日本側は男女ともに上昇懇願望望すぎるだけじゃないの？それは名古屋。やっぱり資本主義の長老制はやめた方がいい。若いほど賃金高くあるべき。それしたら誰も子供産まなくなるよ。だって子供が金がかかる高校大学になるほど親が年取って給料下がりますって。誰が産むの？人は今この瞬間が最も重要。今が悲惨なら若い奴がそもそも子供を産まない。おいおいそんな抽象的な話じゃなくてさ、次第4年600万だぞ。つまり20代、給料最高値。で600万用意できな奴は一生子育てとは無縁になるんだぜ。そもそも抽象なら最高額20代、今の50ぐらいの給料、でも400万とかでしょ無理じゃん。次第とか金持ちが行くところだろ。素直に国立大学や公立大学行けよ。あの日本人大学生の8割は私立なんですけど、子供に大学行かせられないなら子供なんて上級の養分でいらね。この考えが蔓延してるのが現在ですが、半分は SNS でのマウントだろうけど。行ったからには親が金持ちという認識、それ以外なら金見ぞ、上位校ならまあわかる。そんな低いわけないやろバカか？そんなに子供増やしたいなら文字通り秩序型を設けて子供生産したらいいんじゃない？余ってる秩序あるんだし。国営人間巻き場作って養子付け体験で金集めたらいいじゃん。
女子刑務所に若いの余ってたら使えばいいと思う。腐らせるのはもったいない。施設にいるのも集めたりしたらそれなりに数集まりそうだな。妊娠、出産、育児の国営化事業待ったなしだな。育った市は国の所有物として牧場で働かせたらいいし永久機関の完成だな。女性が輝く社会、働く女性、散々言われたら、そうか結婚しても今と変わらず朝から晩まで働いて、結婚したらさらに色々負荷がかかるのか。絶対無理けんすぎ、ってなるだろ。今の社会は結婚や育児に夢を見させてくれない。バリキャリばかり、輝いてるって表現、専業主婦を輝いてるなんて誰も言わない。だから結婚も出産も選ばず自由に輝く未来を選択するのさ。今の若者は、女性が婚姻でしか存在できない社会から転換し、社会進出や高学歴化が進めば、今の日本の姿は想像できたはずではないかね。だから人工支給と国家養育院が必要なのだよ。本気でやるならこれだと思う。既婚者の人間性とか暮らしぶりがクソすぎるのが悪い。あんな風にだけ離れたくないと独身者に思わせているわけだからな。若い頃に賃金が安すぎるから悪い。そもそも上の半分の賃金で働くことがアホらしい。高度経済成長期と比べるとはるかにいいのだけどね。生活水準上がってしまったから今更下げられない人も多いだろうね。子供を産まないことが国への復讐みたいなとこあるしな。復讐したつもりが首絞めてるだけなの笑えるけどな。今の日本で産めない層が無理やり産んだらそれこそ首絞められるだけだぞ。最低賃金上げるしかない。日本の経営者にろくな奴がいない。もう最低賃金値上げが一番だよ。死ねゴミじじ。中小企業が値上げする言い訳を作るにはそれしかねえから言っているのだぞ。じじが頑張って靴を舐めてでも値上げ交渉しないからこの提案になる。最低賃金2000円。まずこれをやるしかない。日本人の7割は中小零細なんで、最低賃金2000円だと半分倒産としても、失業率 35% の国家になりますがよろしいか。この前の給食業者みたいな会社は潰れないと社会的に迷惑だよ。使えないジジイが値上げ交渉すらしないで賃下げだけするから悪い。5チャンネラーの 90% は子供いないだろうね。コミュ力ないし。前も言ったが Y は引っ張ってくれる人に出会えなかったからかな。Y の前にガッシュやセイバーちゃんは現れなかった。そもそも出生率が下がって何の問題があるんだよって話。国力なんだろうね。あと地方や田舎は維持できない。人口減対策必至でしょ。都市部はいいけど。それ俺ら庶民に関係ないじゃん。自分の面倒すら見られていないのにお国なんてとてもとても。賃金の問題ではない気がするな。手取り年収で1000万あったら子供産みますか？って聞かれてイエスと答える人が果たして何割いるか。男性の未婚率、年収100万未満 59.6%、年収1000万以上 7%、年収1000万以上の男性で独身の人を探すのは難しいね。9割以上が既婚。年収100万未満でたったそれだけなのが驚き。女性の社会進出のおかげだろうな。高偏差値高学歴上級が庶民を食い散らかし放題だからこうなる。勉強して最低でもハーバードくらい行けよ。俺は北京大学、ハーバード大学、プリンストン大学主席で卒業したしテストなんて間違えたことないわ。生まれてから全部満点だよ。北京大学じゃなくて東京大学にしろ。やら直し。東京大学なんて頭悪いじゃん。偏差値83しかないやん。俺が童貞なばかりに。すまん。解消なしかお前。結婚とかいう価値観が、すでに昭和的なおっさんの価値観だよな。今は早めにファイアしてゆったり人生を送るのが人気の夢なのに。ファイアとか無理だろ。50歳超えて格安SIMからの X が生き返なんて絶望するわ。こっちも万全の体制ってほどではないが、退職金への課税が決断のきっかけになった。マジで働いたら負けの制度が増えてきてるし。勇気出して決断するしかない。俺は独身だけど今の生活を維持するには無理だな。あと30年働けられたら1億8000万になるんだぜ。無職と比較して入金力が違いすぎる。それで1億8000万円って少ないな。物価高で自分のことで精一杯。結婚も無理。子供こさえるなんて無理無理かたつむり。いやいや。一人で生きるって贅沢なんだぞ。部屋も冷蔵庫も風呂も占有なんて贅沢すぎる。貧乏だからこそ彼女と同棲だろう。こうなるには、まだ日本人は豊かすぎる。彼女と同棲して結婚しても今の時代はパワーカップルでもないと不用意に子供を作るのはナンセンスであって、貧乏がくっついて子供を作っても貧困の連鎖になって、将来子供から恨まれるぞ。逆にまだ 1.26 もあるのかよ。さっさと 1.0 言われよ。そしたらさすがに政治家さんたちも本当の異次元の対策とやら考えるだろ。さすがに日本で出生率 1.0 未満はない。理由はいくつかあって日本は今は人手不足で失業率も低く正社員になることも難しくない。したがって本来なら結婚しようと思えば結婚できる環境は整っている。それでも日本の出生率が低いのは女性側が高望み、結婚相手の男性が年収600万円以上とか、したりしているから。ありえるぞ、東京は今年1割、全国で都市集中。
地方衰退が進むと加速度的に下がっていく。この先の社会ってつまらなそうだしな。今でさえタブーばっか増えて息苦しいし。本当にな、社会も自動化が進む前提で動いてて子供を産む、何のためにっていう。祈りましょう。このスレッドは一線を越えました。ライフタイム、1時間、38分、38秒。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。